こんにちは。今回は、レラ・カクリアというジョージア、元グルジアですね、の予言者が90年代からロシア、ウクライナに特化して予言したものをまとめた動画を訳して紹介します。元動画へのリンクはディスクリプションに貼ってあります。彼女は1992年からもうずっと ロシアとウクライナが戦争になるだろう。しかし、ロシアは敗北すると言い続けています。えーとですね、ジョージアの方なので、まあまあ偏った見立てで、すでに外れたかなーっていう事柄も含まれていますが、紹介したいと思います。元動画が時系列ではないので、日時が飛び飛びになります。ご了承ください。では早速内容に行きます。 2014年2月23日、トびりしにて、ウクライナはクレムリンのバカバカしい政策の最もわかりやすい例になった。ロシアは自国に害を与えるこのような行動をとることで自分たちの愚かさを露呈した。ロシアはこの戦争に負けるだろう。クレムリンはさらに大きな間違いを犯す。 ウクライナはいくつかに分割される運命ではない。クリミア、ドンバス、クハキフ、すべてがウクライナであって、ウクライナは何があっても自分の土地をロシアに譲渡分割したりはしないだろう。ウクライナはヨーロッパとの契約のすべてに署名し、ロシアと協力することはない。ロシアはこれまでもクリミアと ロシア語を話す人の多いウクライナの地域の所有権をずっと主張してきたが、今回クレムリンはこれを悪化させてしまった。しかし何はともあれ、どんなスローガンや主張があったとしても、ロシア政府や議会は何の意味もない。なぜなら、ウクライナは分割される運命にはないからだ。2014年、 2月25日、飛び出しにて。何度も何度も1992年4月10日の予言を思い出す。ロシアとウクライナの戦争は不可避。ロシアは敗北するだろう。そこからロシアの崩壊が始まる。ウクライナは小さなジョージ、ジョージアではない。ロシアはウクライナを任すことはできないだろう。 ロシア政府はウクライナとの戦いで何もいい結果が出ず、むしろ全て悪い結果になるのはもちろん理解している。理解はしているが、ロシアの誇りにかけて方針を変えることはない。ちなみに元大統領ヤヌコビッチが見つかって告発されることになるだろう。 ヨーロッパとアメリカがウクライナとジョージアを支援しているのが見える。これがクレムリンの政策に打撃となり、ロシアが弱体化する。この計画は新しいものではない。プーチンは外国の土地を占領する傾向があり、国土を拡大することに執着している。西側はこれを認識している。 1995年3月ウシ、ウクライナが突然要求を掲げてくる。アメリカが何とかウクライナをなだめたものの、ウクライナがロシアに対して戦争を仕掛けるのが見える。ロシアは憤慨し、怒っているウクライナの人々から報復される。その数があまりにも多く、ロシアも驚くだろう。 ロシアは植民者としての役割を果たしておらず、元ソビエトの国々を失望させることはないが、すべてがこれまでとは違うことになるだろう。しかし、ロシアは嘘にまみれている。ロシアがローマ帝国の富を手に入れるのが見える。ロシア、ウクライナの戦争はとても長くは続かない。 アメリカ国連が介入して解決するだろう。2014年12月13日20時30分。ロシア人たちは大統領の政策がよくわかっていない。クリミアより先向こうの人たちには今でも彼がヒーローに見えている。 ロシア人のほとんどは大統領がクリミアを合併したので、ロシアが過去の栄光を手に入れると信じている。東ウクライナでの戦いで多くのロシア人が亡くなった事実は、大統領にとっては有利なことではない。大統領は上手に自分の罪を隠すが、それは長くは続かないだろう。苦しむ人々が近いうちに表、道の上に出てくるようになる。 プーチンが国を永遠に統治するという計画は崩壊し、アメリカとヨーロッパとの政治的な戦いに負けるだろう。2014年12月21日20時30分、混乱が見える。ロシアがさらに渦に飲み込まれていく。国を救うためには、ウクライナ、ジョージア、コーカサス地方から撤退する。 というアメリカやヨーロッパの要求を飲むしかない。ロシアは自分の国土で好きなようにすればいい。そこでは誰も止めるものがいない。民主主義、共産主義、どんな国家であっても彼ら国民は気にしない。ロシア人にとって大統領はヒーローのように見えているが、やがて彼の邪悪な計画を理解することになる。 2015年1月24日午前3時50分、ロシアに首きがかかっているのが見える。繰り返すが、ロシアは世界政治の場で敗北するだろう。ヨーロッパはロシアを占領者とみなし、大統領はニュルンベルグ裁判を避けることができない。西側がウクライナのことをきっかけに、ジョージアの問題も解決しようとしているのが見える。 ロシアは自分が行った悪い行いの代償を支払うことになる。2014年2月23日、トびりシにて、ロシアがウクライナ、ジョージア、コーカサスとの戦いに負けるのが見える。西側は容赦ない政治戦争を行い、ウクライナの反対活動を支援するだろう。ヨーロッパとアメリカは、 クレムリンの行いを許すことはなく、西側すべてが経済制裁などの形で反対することになる。一言で言ったら、西側はロシアを罰するためにできるすべてのことをするだろう。2014年2月25日、飛び火しにて、ロシアとウクライナの間のことがジョージアに飛び火するのが見える。 アメリカとヨーロッパは腹を立てていて、ウクライナとジョージアの NATO 加入承認が早まるだろう。近い将来、ロシアは困難な状況を迎える。ウクライナとの関係が国全般を滅ぼす。2015年3月9日18時45分、クレムリンは ウクライナをバラバラにして併合しようとしている。他のことも企んでいるが、すべて彼の夢、シャボンが弾けるように追えるだろう。ロシアはこの大統領のせいで、世界の政治の負け組となる。2013年12月20日、クレムリンがかつてのソビエトを復活させるという計画は頓挫する。 ロシアはウクライナに負けるだろう。西側がロシアに譲歩することはなく、アメリカとヨーロッパはクレムリンの方針を妨害するだろう。2008年12月、ウクライナが将来、親ロシア派とは別の国,、ね、国になるのが見える。クリミアはウクライナに行くだろう。黒海にロシア艦隊は見えない。 2018年11月30日18時50分、クリミア近くのケルチ海峡で、ウクライナの船が打歩されるのが見える。これが戦争を再開させ、プーチンは今度はウクライナを海でも攻めるようになる。ウクライナが勝つまで、多くの人がウクライナに留まるだろう。過去にも見え、今でも見えることだが、 ウクライナは大きな国で、ロシアはこれを抑えることはできない。戦争は続くので備えるように。バルト諸国はロシアの行動を嫌をしており、ロシアが自分たちを攻めてくる可能性が排除できないでいる。衝突が起こるのが見えるが、アメリカとヨーロッパが介入し、ロシアが負けることになる。 ロシアの大統領がとても腹を立てて書類を投げたり将校たちに怒鳴ったりしているのが見える。ウクライナは戦争に備えている。2017年3月11日20時30分、ロシアの大統領にとってウクライナがメインの問題であるのが見える。ウクライナは屈することはなく、 国土が戻ってくるまで戦い、そして国土は返還されるだろう。ウクライナには、この終わることのない戦争を続けるだけの物資供給がある。国が表立ってしていることとは別に、アメリカとの秘密の契約、密約がある。これから世界に起きるのは、1、プロパガンダによる戦略、2、 さまざまな国のリーダーがロシア大統領に反対2016年4月22日ロシアとウクライナの間の戦争が近い将来新しい段階に進むのが見えるウクライナ政府が変わる新しい政治家ステパン・バンデラとその支持者を止めることはできないロシアはウクライナの政治にファシストがいると叫ぶ 真剣に言ってはいるが無駄なことだ。すべてはそこから始まっているのだから。ウクライナのスローガンは、ロシアに向けられる。彼らは自分たちに恥をかかせることはなく、自分たちの法律だけを遵守する。彼らの行動はコントロールすることはできず、アメリカ、ヨーロッパの要求を受け入れることもない。 ロシアのウクライナでのプロパガンダが崩壊するのが見える。ロシア寄りのジャーナリストが迫害され、ウクライナにとどまることができなくなる。一言で言うと、ウクライナの新しい政府はびっくりするようなことを準備していて、主要国、世界の政治を驚かせることになるだろう。 ウクライナの新政府のメンバーは高い教育を受けていて、法律や政策をよく理解している。何より自分たちのルールで行動するだろう。すべてのことがウクライナの利益に寄与することになる。2015年11月15日、飛びリしにて、警告する。ロシアは攻撃的な戦争をやめるときに来ている。 ウクライナ、ジョージアから軍を引き、政府と政策を変更するときに来ている。ロシアの人々はそうするのが見える。2016年2月6日、何度も繰り返すが、ロシアはウクライナに勝つことはできない。ウクライナは戦い続け、国土を取り戻す。 2015年5月24日19時50分、ロシアの外務大臣がビッグセブンはロシアにとって何の意味もないと豪語しているが意味はあるものだ。ビッグセブンというのは世界の強国が集まっており、世界の政治を回す軸となっている。戦争、経済危機、 これは本物も偽物も含めて世界の重要なことを決めているのは G7 戦争は G7 の指示で始まりそして終わるクレムリンもこのことはよくわかっているクレムリン内部の人はこのことを恐れていてウクライナへの攻撃もどのような反応が返ってくるか様子を見ながら一つ一つ行っていく 今日、アメリカとロシアは、ジョージア、ウクライナ、そして他の国々を犠牲にして交渉を行っている。どのように地域を分割しようか話し合っている。近いうちにロシアからウォッカ、食料がなくなる。抗戦的な愛,愛国者たちがどう出るかわかるだろう。先導、プロパガンダは、お腹の足しにはならない。 それでは足りないのだ。2014年3月19日。クリミアで起こったことは、クレムリンの勝利とはみなされない。クリミアにタタール人が持っといたら達成できなかったことだ。今やアメリカの計画に反対できる者はいない。ロシアからの本当の脅威が見えるからだ。今回、皆が合意することになる。 かつては、ヨーロッパはアメリカの計画すべてに賛同していたわけではなく、機会あるごとに話し合いのトピックを見つけてきた。話し合いや主張で彼らは多くの時間を無駄にした。ウクライナとロシアの衝突の後ろで、ヨーロッパの人々は自分たちへの危機も強く感じている。恐怖に屈して、 アメリカとの契約すべてにサインしてしまうだろう。ヨーロッパはそうすることで自分たちの国境が守られる。これが救いだと考えている。2014年2月25日、飛び出しにて、プーチン大統領はウクライナでロシア語を話す人たちは守ると約束するが、これは大きな間違いで、 世界政治の中でロシアの負けにつながる。ロシアがウクライナに干渉しないことを強く進める。しかし、予言は実現し、ロシアはその運命から逃れることはできない。ウクライナとコーカサス北部での状況が悪化した後、アメリカの艦隊が黒海に現れるのが見える。 ウクライナとコーカサスを救うために国会での艦隊のネットワークを作る必要がある。ロシアとアゼルバイジャンとの間に緊張が高まるのが見える。アゼルバイジャンの大統領はロシアの要求を飲まず、ロシアは絶望的な状況になるが、ロシアが引くことはない。 彼らはウクライナでの状況がどのように展開するのかを待ち、また戦いを仕掛ける。1992年4月10日の予言、ロシアとウクライナの戦争は避けることができないというのを思い出してほしい。この戦争はロシアにとって壊滅的となる。すいません。 ク,リムリンクレムリンは信じがたい間違いを犯し、ウクライナ全てがロシアに立ち向かう、過去のロシアに対する憎しみが何倍にもなり、ロシアの方針を邪魔するだろう。今、ウクライナそして並行してロシアが世界の注目の的になっている。2009年6月14日、飛びリしにて、ロシアはウクライナとの戦争をやめるだろう。 繰り返しになるが、ロシアはこの戦いで、ウクライナに負けるだろう。2009年7月8日、ウレキにて、クレムリンのファシスト的な政策によって、全世界がロシアに反対するのが見える。冬が来て、モスクワがとても寒い時期、ロシアはヨーロッパへのガスの供給を止めるだろう。しかし、 すべてウクライナのせいにする。ガスの供給を遅らせているのはウクライナだとクレムリンが言うだろう。しかし、ヨーロッパはこれが明らかにロシアの報復だと宣言する。2009年6月8日、繰り返す。ロシアとウクライナの戦争は避けることはできない。 どちら側も衝突を避けることができない。ロシアはウクライナで敗北を経験するだろう。ウクライナの政治にユリア・チモシェンコの姿が見えないことをお伝えしたい。皆彼女のことは諦めている。2009年4月29日。ロシアは気をつけろ。ジンギスカンの魂が地球に戻ってくるのが見える。 手強いモンゴルがまた生まれる。世界地図でロシアが小さい緑色の地域だった13世紀に戻る。ロシアがウクライナと戦争になり、クリミアでは秩序が乱れる。ウクライナ政府は小さなロシアを浄化するために兵力を使わざるを得なくなり、クリミアでのロシアのキャンペーンが終わる。 なんかすごい長くなっちゃいましたが、以上です。どうでしたか元動画で背景にこのレラさんっていう預言者と、教会関係者のこう格好をした人たちと一緒に写っている写真がたくさん出てくるんですけれども、これどういう人なんだろうで、今回、予言という言葉が元動画で使われていたので、予知。 とか予測ではなくて、そのまま予言と訳しましたが、うーん、これ予言の形ではなくて、例えば政治専門家とか知識人とか呼ばれるジョージアのおじさんがテレビ番組、ワイドショーみたいなので、これ言っていても違和感ないかもって思いました。えっと、今日のライブでは、 皆様の YouTube でのお名前の由来をお聞きしたいです。よろしくお願いします。で、私これところどころね、喉がガラガラになっているのは、この後ろのお子あるじゃないですか。これね、あの、買おうと思ってらっしゃる方、見た目いいんですけれども、結構煙喉にきますので、あの、お伝えしておきます。というわけで、stay safe, stay healthy.